グーテンタークケイコです。おはようございます。今日は三重県四日市市で最後の最後の本番になります。すいませんね、パジャマで。で、今メイクを、ホテルでメイクをしていて、メイクと髪の毛も済ませて劇場まで本当に歩いて2分3分ぐらいなので行ってみたいと思います。で、今日はですね、最後の公演なんですけど、最後の最後にガーチのクラシックのくるみ割り人形のコンペイトーのグランパドゥドゥを、ドイツの同僚のセオくんと一緒に踊ります。セオくんの出身の、スタジオなので、ちょっとね、セオくんもね、すごい張り切ってるし、すごいこう、なんていうんだろうね、あったかい雰囲気で和気あいあいとみんなで踊ってます。本当に出番はね、コンペイトーなんで最後なんですけど、最後の最後なんですけどね、それまで体温めつつ、ちょっと最後の本番どういう感じかね、どういう感じになるかね。今はまだ全然そういうね、なんか、あ、最後だとかって思わないけど、本当の本当の最後で、あんまりそのなんだろう、プレッシャーとかみたいなのはなくて、本当に最後、感謝の気持ちを込めて踊ろうっていう気持ちでいます、今のところ。もう本番だったらもっとわかんないけど。で、今からメイクをね、していきたいと思います。眉毛。なんかホテルのライトがちょっと暗いんだよね。ちょっとまだ開けようかな。やばい、眉ペンがもうない。ちょっと違うの使おう。あれ、眉ペン削るやつどうしたんだろう。ドイツに置いてきたってことかな。でも本番クラシックなので、ちょっとメイクは濃いめかな。どうなんだろう、濃いめ。ちょっと白のハイライトが欲しいんですけど、ないね。いや、なんか全然濃くない。眉毛すっごい濃くなっちゃった。っていうか、こんなさ、なんか寝起きで舞台メイクするとこ超久々だから、なんか顔むくんでるしさ、やばいよね。え、大丈夫？これで舞台上がれる？今日。いつもは普通のメイクしてからこれやるから、ちょっと下書きしてあるんだけど、ないからさ、わかんないね。ああ。なんかちょっと、もうちょい上でピュッとやればよかった。まあいいわ。まあええわ。と、つけも。つけま。海苔買いました。もうなかったから。最後の最後。そもそもさ、顔が起きてないからさ、このメイクをしたところでね、可愛くはないんだよ。
こんな朝9時からメイクするのなんて何年ぶりだ？ 10 年ぶりぐらい。そりゃね、口数も減りますよ。コーヒー飲みたい、コーヒー飲みたい。あ、ダメじゃん。この顔してたらさ、コンビニ行けなくない？コンビニ行けないじゃん、この顔で。行ってもいいかな。サングラスとかもないし。全部入っちゃうな、今日。コンビニとかも行けないってことですか？コーヒー飲みたかったな。した。やばい、目の下シワシワで。かけない。ちょマジで。昨日もメイクしてみればよかったんだよね。で、黒は捨てた？ここさ、ちょっともうちょっと濃くした方がいい。捨てたんだろうね、ここにないっていうことは。舞台がね、すっごく広くて、ふわーって広いから、結構ね、ちゃんとね、ちゃんとっていうか、濃いメイクをしないと多分ダメなんだよね。で、恒例のハゲ隠しいきたいと思います。あ、なんかちょっと顔いつもと同じようになってきたかも。恒例のハゲ隠し。昨日はメイクなしのリハーサルだったからハゲ隠しできなくて、この広いおでこを晒してたんですよ、ずっと。恥ずかしいよね。ああ。本当いつもの感じになってきた。こんなにおでこ広かったっけ。で、ピンク。バレエだからね、結構ね、ピンクはいいでしょう。入れて、いいのか？いや、わかんないんだよね。ライトがさ、暗いから。とりあえず、これで、行ってみよう。髪の毛。今ね、お借りしてる衣装の、ティアラが、こう、チョンってすごい可愛いやつで、めっちゃテンション上がった、昨日。久々になんかそういう、バレエ？いつもなんか、レオタードとかで踊ってたから、とか、キノコの衣装とかさ、めちゃくちゃテンション上がった。で、つけ毛。これはですね、劇場からお借りしました。ドイツから持ってきたやつね。なんか日本でもっと髪の毛伸びるかなと思って、4週間ぐらいあったので、であんまり伸びなくて、つけます。あんまりお団子高くすると、パートナーのセウがあんまり身長高くないから、すごいなんかお団子高くすると女の人の方が高い、身長が高く見えちゃうから、まあ実際高いんですけども。よし、もう9時半なのでそろそろ行かないとね。
よし、いいかな。あとまつげ塗っていきます。ちょっと釣り目になってる今日。昨日もらったトイトイトイです。これなんか生徒の子たちがなんか全員に作ってくれたらしくって、あの恵子先生もどうぞっていただきました。かわいい。これはくるみのグラス、先生からいただきました。頑張ろうね。
夜の部、夜の部、終わりました。終わりました。私は1回しか踊ってないけど、セイは昼と夜両方踊ってます。よかったよね、うん、最後のね、公演。楽しかった。危なかったけど。最後の公演、お疲れ様でした。お疲れ様でした。って言って絶対踊る。いや、絶対もう踊らない、もう踊らない。またオールデンブルグで踊ると思います。もう踊らないです。まあ今日はいい気分で眠れそうです。はい。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね。チュース。